ではこちらの文献について知識言語支援研究室の井上が紹介します。この文献についてはの情報はこちらで、タイトルがコンフィデンスモディリングフォーニューラルセマンティックパッジングっていう、そのニューラルセマンティックパッジングの際にその革新度っていうパラメーターをこう出すようなにこうモデリングするっていうような研究ですね。で、これ繰り返しなんですけど、アブストラクトですと、ニューラルセマンティックパージング、今回はシーケンスシーケンスで、実装されて、構築されているんですけども、それにおける、革新度っていうものを出すっていうのを、モデリングしています。で、革新度っていうのはあれですね、この出力がこうどれだけ正しそうかっていうか、自信を持って出力しているのか、ちょっと自信があんまりないけど出力しているのかみたいなことをこう区別するっていうことですね。人間だったらこうなんか自信ないけど答えこれだみたいなことを言えるんですけど、普通にこう実装するとこうそんなことなくて、自信ありな答えでもなんかあんまり自信なくても同じようにこう出てきて、なんかその区別がつかないっていうのがあるんで、それをモデリングするっていうことですね。で、具体的にそう、じゃあ革新度っていうのを出したときに、その革新度が例えば低くなったときに、なんでその革新度が下がったのかっていうのをこう入力のどこがそれに影響しているのかっていうのを識別するっていうのことも行っています。で、今回この、これに関係する従来の研究で、事後確率を用いて、革新度っていうのを、として使う場合はあるんですけども、そういう手法だったりとか、あと入力のどこが、その影響するのかっていうのにアテンションを使うっていうのも、従来の研究なんですけども、それを使う手法よりも、優秀な結果になっていることを確認しています。で、イントロダクションです。セマンティックパージングっていうのは、結構長いこと、研究されている分野で、そのニューラル、その、ニューラルモデルで行うものっていうのも、いい結果を出せそうな感じになっている一方で、こう入力と出力の関係っていうのがこう分かりづらいというか、出力を見てもその間のっていうのがこう解釈しづらい、人間にとって解釈しづらいブラックボックスみたいな感じでこう動作しているっていうような特徴があります。で、実際にそのモデルを改善するにあたって、その、何をどう改善したらいいかっていうのこう目星をつけるためにも、そのモデルが予測した結果に対して、革新度がどれが高いのか低いのかみたいなものを使うことで、こう、モデルに対してのフィードバックがこう良くなるんじゃないかっていう、よく効率的にできるんじゃないかっていうふうに言っています。で、革新度の、どうやってスコアリングするかっていう方法に、従来の研究とか、このニューラル以前にも含めてなんですけれども、こう自己確率ですね、ある入力に対しにおけるその出力の確率っていうのがこう高ければ、革新度が高くて、低ければ革新度も低いみたいなっていうのはこう、よく使用されるんですけれども、これは線形モデル、ちょっと要するに、ニューラルとかは当然入らないんですけど、こう純粋な単純な線形モデルの場合っていうのはこう有効っていうのは言われてるんですけども、そう線形性を含むこうニューラルモデルっていうのにおいてはこうあまりっていうかこう良くないっていうことがこう従来 の研究で示されています。で、次がニューラルセマンティックパージングの説明です。説明というかもうモデルの説明です。と、ここでのニューラルセマンティックパージングっていうのは、入力が自然言語の普通の文をこうトークン単位でこう入力して、で、出力がそのパージング結果の構造化された場合、今回はそうですね、トークン列っていうのがこう出てくるっていうものですね。で、それ以外は一般的なシーケンスのモデルと同じで、LSTM を使った RNA で、テンションを導入してっていう、出力はこう誘導を最大化することによってやって、そのためにビームサーチを使うっていう、一般的な方法で行います。で、それに加えて今回は革新度のモデリングっていうのを行っていて、その革新度を推測する際に、その入力とその入力から予測された出力の間をからその革新度っていうのを0から1の範囲で予測します。で、その革新度っていうのをじゃあどうやって決めるかっていう際に重要になるのが、こう
なんか確信度を下げるような要因っていうのは何なのかっていうのを、まあ、要するに何をこう出力するためには何が分かっていないかみたいなことをこう推測する必要があります。で、今回はそのモデルが持つ不確かさっていうか、そのモデルに起因する不確かさと、あと、まあ、データですねに起因する不確かさと、あと実際にこうの入力に対する不確かさっていうのを、この3つに対してこう3つに着目してこう様々な指標を作って、まあそこからその確信度っていうのをまあ求める、あの0から1の範囲で求めるっていうようなことを行っています。で、まあ最初がこうモデルのアンサートゥニティかな、わかんないですけど、そのモデルのに起因する不確かさっていうのをからまあ指標っていうのを作っていきます。で、まあ、モデルにまあ起因する不確かさっていうのは、例えばこうモデル の, そのパラメータとか、あとそのモデルの持つ構造っていうのにから生まれるこう不確かさっていうものですね。で、まあ、その例として具体的にはその訓練データのノイズとか、あと、まあ、今回学習アルゴリズム、ニューラルネット学習アルゴリズムを使うので、まあ、そこに起因するものだったりとかっていうのが、まあ、そのモデルに起因する不確かさになるんですけども、まあ、その不確かさっていうのをこう測るために、このドロップアウトパーターベーション、とか、まあ、後で説明するんですけど、まあ、あとガウシアンノイズっていうのを加えたりとか、あとポスティリアプロバビリティ、まあ、事後確率ですねっていう、この3つからそのモデルの不確かさっていうものに関する指標を作って、まあ、予測するっていうことを行います。まあ、具体的にこう一個一個説明していくと、まあ、ドロップアウトパーターベーションっていうのは、その、まあ、あの本来ドロップアウトって、まあ、訓練時に利用するものなんですけども、まあ、それと同じような機構をテスト時にも使用することを行います。で、まあ、それによってこう、まあ、要するに、まあ、これもある意味ノイズなんですけど、その、まあ、そのモデルにノイズを加えることで、そのモデルの挙動っていうのを見て、まあ、それが例えばちょっとノイズを加えてたけど大きく変化するようだったら、こうモデルに不確かさがあるっていうような風に考えます。で、まあ、ドロップアウトはこう、まあ、この右の図のこのカッコ 1234っていう、まあ、その4つのところに対して適用します。で、そうですね、あの、こう、この、ドロップアウトは、まあ、この分レベルで行うのと、あと、まあ、トークンレベルですねで行うの2つを行います。で、じゃあ具体的にその、まあ、ドロップアウトを適用させるとして、まあ、そこからどうやってその、不確かさっていうのにするかっていうのが、まあ、この式になっていて、まあ、単純に言うと、まあ、ドロップアウトをこう何度か適用、あ、何度かっていうか、こう計算を何回か、ドロップアウトを何、なんていうんですかね、ドロップアウトを加えて結果を見て、また別の場所にドロップアウトを加えて結果を見るみたいなことをこう複数回行って、まあ、その分散を見るっていう方法で行います。分散が大きければ大きいほどモデルの確かさが大きいみたいなことっていうのを意識してこういうのを用意しています。で、あ、そうですね、ちょっと用語が入れちゃってるんですけど、そのこの M みたいなやつがこう接動させる、接動っていうのはパートベーションのことなんですけど、まあ、こう動かす、まあ、パラメーターになっていて、まあ、これを変化させた、あの複数回やって分散を計算します。で、まあ、次がガウシアンノイズで、まあ、こちらもドロップアウトと似た考えなんですけども、そのベクトルにそのガウシアンノイズを加えることで、こう出力がどれだけ変化するかっていうのを確認します。まあ、加え方はまあ 2つあるんですけども、その、まあ、これをこういうふうに加えて、こうどれだけあの結果が変化するかっていうのをこう見て、まあ、分散を計算して、まあ、さっきと同じようにそれをその組成じゃなくて、指標にするっていうことを行います。で、次がこう事後確率を用いた指標で、まあ、これは結構従来も行われている方法に近いんですけども、この事後確率が大きければ大きいか小さいかっていうのを指標にして用いるっていうことですね。ただ、まあ、直感としてはこう文の等分列の中のこの一番不確かな部分っていうのがどこなのかっていうのを着目して、まあ、その min のところを使うみたいなことを行います。そのなんていうんですかね、まあ、そのモデルの不確かさっていうのがその
まあ、平均その不確かさっていうか、その除学率の平均じゃなくて、その最も除学率が低くなるようなところっていうのにが重要なんじゃないかっていうような観点で、まあ、こういう計算を行っています。あとは、まあ、トークンごとに、あ、トークンごとっていうか、そのパープレキシティを計算するっていうことも行って、まあ、指標に加えています。で、次が、まあ、データに起因する、まあ、不確かさなんですけども、まあ、これは、まあ、直感的に分かると思うんですけど、まあ、訓練データのカバレッジっていうのがこう低いと、まあ、不確かであろう、であるだろうみたいなことは、まあ、こう想像ができると思うんですけども、まあ、それを、まあ、こう具体的にどうやって指標に落とし込むかっていうのが、まあ、これで、その訓練データで、まあ、言語モデル学習させて、でその実際にこうモデルに入ってくる入力の言語モデル確率っていうのが高いのか低いのかっていうのをこう指標に用います。まあ、訓練データで、まあ、言語モデル確率を学習させているので、あの、まあ、入力がこう訓練データのそのカバリッジというか、訓練データが網羅できている範囲にあれば言語モデル確率が高くなって、こう訓練データにで網羅できていないような入力が入ってくると、まあ、言語モデル確率が低くなるみたいな、まあ、そういう考え方で行っています。で、あとはまあこうシンプルにこう訓練で使われな、あの、訓練で使われなかった道語っていうのがのトークン数、あ、道語っていうのがこう入力にどれだけ含まれるかっていうのも、まあ、指標に加えてます。で、まあ、次がインプットに起因する、まあ、不確かさで、こう、まあ、もしモデルが完璧にできたとしても、まあ、入力が曖昧だとこう不確かさっていうのは発生してしまうっていうのがあります。例えばかなり具体的な例なんですけど、例えば9時ちょうどっていうのが入力になった時に、こう午前9時なのか午後9時なのかっていうのは、たとえモデルが完璧だとしても、まあ、こう不確かさっていうのが起きてしまうっていうのがあります。今これを、まあ、うまく指標に落とし込むために、こうモデルのこう出力の、まあ、上位候補、まあ、トップ N 項を持ってきて、トップ傾向を持ってきて、まあ、そのトップ傾向の、まあ、除学率の分散っていうのをこう見てやるっていうのを行います。と、まあ、入力が曖昧だと、例えばこういうフライトタイム、まあ、9am と 9pm っていうのが多分おそらく両方とも高くこう上の方に上がってくるっていう、とにかく分散は小さくなるっていうことが、まあ、想像できて、逆にこう入力がこうはっきりしていると1個だけすごく、上確率高くて残りは低いみたいな感じで、まあ、こう分散が小さくなる、あ、大きくなるみたいな、いうようなことを意識して指標を作っています。で、それとはまた別にこうエントロピーを用いて、こうそうですね、あの指標とするっていうのもあります。まあ、この式で言うと、そうですね、この A' っていうのが、まあ、各予測で、まあ、あらゆる予測に対してこうこれを計算する、あの、計算して、まあ、応答ということで、まあ、エントロピーを、まあ、計算しているんですけども、まあ、あらゆる予測っていうのは、まあ、そもそ もう無限にあるので、この計算は、まあ、できなくなってしまうので、こう、まあ、今回は、まあ、モンテカルロ法でサンプリングして、こうある程度サンプリングして、まあ、その範囲で、まあ、エントロピーを計算するっていうことを行ってます。で、まあ、これ、まあ、さっきまで説明してきた、まあ、様々な指標っていうのをこう使って、まあ、各震度っていうのをスコアリングします。で、まあ、こう各指標を、まあ、からどうやって作るかっていうのが、まあ、こう勾配ブースティングモデルっていうものを、まあ、使います。まあ、これちょっと自分が説明できないんで、まあ、こう詳しく知りたい人はこの URL がちょっと分かりやすかったんで見てください。で、まあ、勾配ブースティングモデルっていうので、こう、あの、確信度が高いと、まあ、大きい値を出して、まあ、低いと小さい値を出すみたいなモデルを作って、で、まあ、実際の確信度は0から1なので、まあ、末に収まるように、まあ、ロジスティック関数でラップしてあげるっていうのことを行っています。で、次がその不確かさが分かったところで、その不確かさが高くなる要因っていうのが入力のどこなのかっていうのを特定するっていう、まあ、その不確かさの、まあ、解釈って書いてあるんですけども、まあ、そういうことを行います。で、それができると何がいいかっていうと、例えば入力に、例えばこう、例えばここが不確かさのこう要因だっていうのがもし分かると、まあ、じゃあこういう入力の時はこう別にこう、このモデルとは別にこう特別なケースとして処理をしようとか、なんかこうあらかじめ毎週でこれに試管しようみたいな、そういうことをこう考えることができるので、まあ、こういうのは有用だっていうふうに述べています。で、まあ、具体的にまあどうするかっていうと、その、まあ、こうモデル、まあ、入力がこれちょっと一般的なモデルなんですけども、まあ、入力から出力を出す時に、その確信度が、
高くなる、要因となるものをこう、よく学習で用いられるプロパゲーションを用いてそのこう求めるっていうことを行います。まあ、例えばこう確信度が高くなるようなその入力っていうのをこう探すためにですね、こうモデルをこう逆にたどっていって、あ、ここが大きくな、ここの変化、ここのトークンの変化っていうのがこう出力にすごく大きく変、なんか影響を及ぼすみたいなことをこう逆伝播を用いてこう調べます。で、次実験についての説明です。まあ、今回使用したのが、IFT データセットっていうものと、まあ、Django データセットっていうものを用いています。まあ、具体的に説明するより これを見てもらうと多分分かると思うんですけど、まあ、IFT のデータっていうのはこう、まあ、上のデータだとこう、あれですね、こう7時になったらみたいなのがこう、あ、違いますね、平日7時午前7時になったらみたいなのがこう IF で、まあ、それよりも手前が IF 前の、まあ、前に当たる部分なんですけど、そのまあ、要するにこうもしこんな時だったらこうするみたいな感じのことがこう自然言語で書かれてて、まあ、それに対応するまあ構造意味っていうのがここにこう書かれているっていうようなデータセットですね。っていうのがこれが IFT のデータセットで、まあ、Django のデータセットっていうのはこう入力がこう、まあ、こうプログラムのまあ動作というかを示すような自然言語が書いてあって、下にそれに対応する、ここだと Python のコードっていうのが書いている、まあ、っていうことですね。まあ、上が自然言語の文で下がそれの意味を表すようなテキストっていうかトークン列になっているっていうようなデータが、これ下がこう Django データセットですね。この2つを用いて実験を行っています。で、まあ、実験に際して その各種パラメータについてはその、まあこうまあ、一般的なそのニューラルスマティックパージングの、まあ、パラメータっていうのはこれを省略して、今回のその確信度のモデリングに関する、まあ、パラメータというか、その確信度不確かさをその、スコアリングするための指標を、まあ、導くのに必要な、まあ、パラメータだけこう説明します。まあ、ドロップアウトですね、あのテスト時に行うドロップアウトっていうのは、まあ、あのドロップアウトレートを 0.1 にして、でその接動のによる、まあ、結果の分散っていうのはこう、まあ、ドロップアウトをして、まあ、予測するっていうのを30回行って、まあ、その結果を使って、まあ、分散を計算するっていうことを行っています。でその分散が、まあ、指標になっています。で、まあ、ガウシアンノイズにはこう標準偏差 0.05 の、まあ、ベクトルを、まあ、加えるっていうような形で行います。で、まあ、あと言語モデルですね、あの訓練データから、まあ、言語モデル学習して、まあ、入力の言語モデル確率を使うんですけど、まあ、そのための言語モデルの確率を計算するための、まあ、言語モデルとしては KLM を使っています。であとはですね、まあ、入力に含まれる不確かさに起因する不確かさですね、まあ、さっき説明したあの 9PM と 9AM がこう、まあ、もしモデルが完璧だとしても分からないみたいな説明をしたと思うんですけど、まあ、それの計算のためには使うこう候補っていうのは、まあ、点ベース等なんで、まあ、上位10個を取ってきて、そこでの分散っていうのを計算しています。で、次が結果で、具体的にその3つですね、あのモデルに起因する不確かさと、まあ、入力に関する単位です、起因する不確かさと、まあ、データに起因する不確かさの3つがあったんですけども、まあ、その3つのモデルのどれが一番効果的なのかっていうのをここで確認しています。一番上のプスティリアっていうのが、まあ、従来の事後確率を使った方法で、まあ、これの結果と、不確かさ結果とあと F 値の相関っていうのを見て、まあ、ここで評価しています。で、まあ、従来の方法と比べて、まあ、高くなっているっていうのも確認できて、この下のマイナスモデル、マイナスデータ、マイナスインプットっていうのが、この3つを使ったデータから、このモデルのこう指標を消した場合とこう、データの指標を消した場合、インプットの指標を消した場合っていう3つをやってて、まあ、こう一番消して性能が低くなっている、まあ、データの部分ですね。あれ、違いますね。あの、モデルの部分ですね。っていうのが、こう一番影響が、効果が大きいみたいなことを見ています。で、逆にデータの起因する不確かさっていうのは影響が小さいことになっ、数値になっています。まあ、これはデータセットがこう インドメインというかこ うまくでき作れているっていうみたいなことをこうで、まあ、あるかだろうというふうに述べてありました。で次が、まあ、各指標の効果っていうのを確認しています。まあ、これも F 値とまあこう相関を、見ている
ものですね。で、まあ、イフチと比較したときに、その、まあ、一番、あ、これ、あれですね、左が、イフトンデータセットで、右が、ジャンゴンデータセットなんですけど、まあ、イフチと比較すると、まあ、ドロップアウトとかノイズとか、あ、PR っていうのは、あれですね、事後確率ですね。これ、シリアプロバビリティが PR ですね。っていうのが、こう、高くなっているっていうのが、まあ、わかります。で、あと、まあ、このデータを、この結果を見た感じだと、その、まあ、モデルの不確かさに、まあ、モデルの不確かさに起因するものを測る指標っていうのと、もう入力のに起因する、まあ、不確かさのこう2つがその相関が大きいっていうことがこう分かります。まあこう2つっていうのが、まあ、同じものをこう表しているんじゃないかっていうことを、まあ、考察してありました。で次がその各メトリック、あ、各この指標っていうのとその結果のその寄与、まあ、どれだけその各指標っていうのがこの結果に寄与しているのかっていうのを、まあ、確認したのデータがこれで、まあ、特に、まあ、モデルに起因するものですね、ドロップアウトとかノイズとか、そういうのがこう高くなっているっていうのが分かります。で特にイフトのデータセットに関して言えばこうアンノンワーズの数ですね、この未知語の数っていう情報が結構大きいっていうのが分かります。まあ、これはイフトのデータセットにまあそういうデータが多いっていうかっていうことをまあがまあよく分かるデータ結果になっています。で次がそのまあ実用を意識してその確信度が高いデータを、あ、出力の確信度が高いデータっていうのをこうに限定してそのテストを行った場合の結果っていうのがここになっていて、まあその一番右の 100% っていうのはまあ全部使うっていうことなんですけども、これを下げていってそのこう上位 90% を使った場合みたいな、こうなんていうんですかね、確信度が高いデータだけを出力するような評価っていうのを行っているのがこちらで、そのまあこれ何のためにこういうことをやるかっていうと、そのまあ実地システムに応用する際はそのある一定 その精度っていうのが求められるっていうことがあって、そのある一定の精度を確保するためにはまああれですね、こう確信度が高いデータだけ出すみたいな、そういうことを行う必要があるので、まあこういうことを行ってます。なんでまあこれ見た感じだと、まあポステリアより使うよりもこう今回の指標を使ってその推測した方がまあ高くなっているっていうのが分かると思うんですけど、まあこれはあれですね、つまり何を意味しているかっていうと、そのある性能を確保しようとした時にはそのカバレッジが大きくなって、逆に同じカバレッジで強化し、あのカバレッジはですね、入力の対象のことなんですけど、そのカバレッジを同じにした場合はこう性能が高くなるっていうような、まあそういう関係にあるですけど、まあそういう実習システムへの応用に関してはもうこう有効なものであるっていうことが確認できています。で次がそのどのトークン、入力トークンっていうの、どのトークンがその不確かさに影響を与えるかっていうものの確認っていうのに関する評価を行っていて、ただこの評価をするためには、まあ、不確かさデータセットの中にこの単語が不確かさに影響あるみたいな、そういうデータセットっていうか答えが必要なんですけど、ちょっとそれはちょっと無理なので、その意図的にノイズを加えて、そのノイズを加えたトークンっていうの場所をこう当てるみたいな、そういうような風にしてまあ評価を行っています。でまあ、さっきも説明したんですけど、その不確かさというか出力をまあからこう逆伝播でたどっていって、まあ、どの単語がそれに一番影響は不確かさに影響を与えるかっていうのをこう逆伝播に確認して、こう、まあ、トップ2個を取ってきた場合と、まあ、トップ4個を取ってきた場合のそれぞれでこう評価をしています。で、まあ、アテンションに関してはまあ単純にアテンション強く関係している部分をまあ取り出してくるっていう、まあ、従来手法と比較しています。で、まあ、こう全ての場合において、まあ、今回のバックプロパゲーションを用いて、まあ、その特定する方がこう高いスコアになっていて、で特にこう4つですね、あった場合、あ、4つ取ってくるっていう場合においてはこうもうほぼ 80% ほどこう実際のノイズを加えたトークン列とこう一致するっていうような、あれですね、オーバーラップしているっていうような結果になっている、なっています。で、まあ、次が実際にデータを見てこう解析されてたんですけども、こう UNATT っていうのがまあテンションを用いてこう確認した場合で、下の BP っていうのがバックプロパゲーションでこうどこかっていうのを特定したものなんですけども、こうバックプロパゲーションの方を見るとこうちょっと曖昧な表現ですね、ちょっと
ちょっとこれ見ても難しいんですけど、こう明確なものを表してね、まあ、一番わかりやすいのはあれですね、こう何ですかね、まあ、一番その左下とかわかりやすいんですけど、ファーストエレメントオブストアナンバーっていう、まあ、配列の先頭の要素みたいなことを書いてるんですけども、ちょっとこう自然言語っぽさというか、なんかそういう曖昧な表現がこう見つけてきて、ここだみたいな感じでこう、まあ、4単語をこう青くしてるっていうようなものですね。まあ、こんな感じで曖昧な部分をまあうまく認識できるんじゃないかっていうふうに述べていました。まあ、最後はまとめで、そのニューラルセマティックパージングにおいて、その革新度を推定するモデルっていうのをあの提示していて、まあ、その不確かさっていうのを出した上で、それが入力トークのどこがこう気にどこに気にするものなのかっていうのをこう解釈できるようにする方法っていうのをまあ提示しています。で、あとまあ実際に2つのデータセットで有効性を確認しています。で、まあ、今回はまあセマティックニューラルセマティックパージングにおいて、まあ、この革新度の推定モデリングをしているんですけども、まあ、実際はこう、まあ、今回のこのタスクに限らず、まあ、シーケンスをまあ採用しているものだったら、まあ、他のタスクでも適用可能だろうっていうふうにまあ述べていました。で、まあ、まあ、一番下も多分そうだと思うんですけど、例えばこう実運用じゃなくてあれですね、こうモデルの性能を改善させようとしたときに、その例えば、まあ、データを増やしていくのが、まあ、一番性能の高くなる要因というか、一番高くなるいい方法なんですけども、例えばじゃあどういうデータを足すのがいいのかっていうのを、こう今回の革新度のデータを用いて行うということをやります。例えばこう革新度が実際に入ってきた入力を集めてきて、まあ、革新度が低くなるようなこう入力と出力のペアみたいなものを取ってきて、で人間がそれを見て、あこれはこうだみたいな感じでこうラビルを振って、まあ、それをまた追加で学習させるみたいな、まあ、そういうアクティブラーニングをこう行う上で、まあ、組み込めるこう、革新度が組み込めるっていうふうにこう述べていました。以上で発表を終わります。